第五章、新しき元素。お風呂場のアメニティは確認してくれましたか？はい、リストに沿ってしっかりと。置くときの向きもきちんとしてますか？はい、もちろん、ちゃんとリストに従いました。ありがとう、源氏様。客室の準備も完了です。ご苦労。最後にシャノンの目でも直接全て確認するように。それから奥様が食堂のテーブルクロスをもう一度変えるようにと仰せだ。あらあら、昼間に皆さんで苦労して変えたばかりだというのに、どうしてまた？あのテーブルクロスではどうも色が違います。よくよく室内との調和を見てみたら、やはり合いませんでした。やはり別のテーブルクロスにします。ああ、それから客間のシャンデリアの清掃はちゃんと確認しているでしょうね。エヴァさんが見上げて、あれは埃？それともまさか雲の巣？なんて言い出すことが二度とあってはなりませんよ。ご安心を。すでに入念に清掃と確認をしております。最後に私も全てを確認いたします。そうですか、結構。私も最後に全てを確認します。シャノン、若い使用人たちを連れて新しいテーブルクロスを準備するように。もう少し清潔感を感じる白いものを探すのですよ。あ、はい、かしこまりました。もういい加減、飽きはせぬか、その生活に。ここは？
ようこそシャノン、我が黄金のバラ庭園へ。久しぶりであるな、シャノン。元気であったか？まあ、元気であったろうな。わらわは毎日、そなたたちを観察しているのだから。そうだったな。そなたはわらわを、もはや覚えてはおらぬのだったな。私はあなたを忘れているのですか？だったらごめんなさい。謝るには及ばぬ。そのようにしたのだからそなたの罪ではない。名乗ろう、わらわは黄金の魔女ベアトリーチェ。ベアトリーチェ様、お親方様が口にされる後宮家の恩人の？そのベアトリーチェではない。六軒島の夜を支配する黄金の魔女のベアトリーチェである。そなたが日々敬意を忘れぬ館のもう一人の主であるぞ。はあ、あなたがベアトリーチェ様。怯えずともよい。わらわとそなたはもともとは同じ仲間、いやいや、ルームメイトだったではないか。わらわはそなたに憧れ、日々使用人の仕事に励んでいたこともあったのだ。私はずっと一人部屋で、ルームメイトは…別れの時、そなたの記憶を奪った。しかし、わらわはそなたとルームメイトだったことを忘れぬ。そして、そなたとの友情を、わらわの方から一方的に破棄し、立ち去ったことも忘れはせぬ。だからこそ、一人残すそなたに悲しみを与えぬために、わらわとの日々の記憶も世界も全てを消し去ったのだ。分かろうとしないでよい。ただ、これだけは信じよ。わらわはそなたに危害を加えるために、ここに呼んだのではない。ここは私の夢の中ではないのですか？夢の中と思ってよい。厳密には眠ったそなたの魂を我が庭園に招いたのだ。そなたをこの世界の住人に招くために。後宮家も時にティーパーティーを開くようだが、わらわのそれとは比べ物にもなるまい。すごい。こんなの見たことありません。見たことがあろうとも、それは給仕をする立場からであろうが、そなたはわらわの友人、給仕の必要はないぞ。何しろわらわは魔女、給仕は間に合っているのでな。さあ、遠慮することはない。好きなだけ頬張るがよい。ありがとうございます。
まずは紅茶からどうか。ミルクは新鮮、砂糖もそのままかじりたくなるほどの上物よ。しかしまずは最初はストレートを進めたい。バラの花びらをほんの一枚浮かべるだけでもう二度と人の世の紅茶など飲めなくなってしまうに違いないぞ。素敵な香り。これは本当にこの世のバラの香りなの？喜んでもらえて嬉しい。わらわが紅茶に浮かべるためだけに品種改良を重ねたバラだ。すりつぶしてジャムにしてもこれがまた絶品でな。スコーンにもこの上なくよく合う。試してみるか？え、あ、じゃあ少しだけ。使用人の仕事も大変であろうな。わらわもよく覚えているぞ。礼拝堂の窓枠の掃除がとにかく面倒であった。驚きました。あなたも使用人として働いていたことがあるのですか？短い間だ。覚えておらぬだろうが、そなたと共に働いていたのだぞ。わらわはドジで物をよくなくす愚か者。そなたはわらわの憧れる理想の使用人であった。なのに私が覚えていなくて本当にごめんなさい。それを詫びる必要はない。ここではそなたは使用人ではなく、わらわの友人であり客人だ。ここでは何の不自由もない、何の苦労も退屈もない。そなたが望むすべてのものを与えることができるのだ。今やわらわにはそれだけの力がある。それに至ったことをそなたには知らせたかったのだ。何の取り柄もない私をこんなに素敵なおもてなしで歓待してくださって本当にありがとうございます。辛き日々を今日まで耐え忍んだそなたへの褒美であると、そう思えばよい。さあ黄金の蝶たちよ、わらわの友人を退屈させるでないぞ。軽やかな舞を見せるがいい。それに飽きたなら楽団を呼び出し、そなたの好きな曲を何でも演奏させよう。それにも飽きたなら、勝者なる使い魔たちに種なし手品を披露させてやろうぞ。安心せよ。ここでの時間は無限。そしてそなたの願いもまた、わらわが無限に叶える。わらわの茶会に終わりはないのだ。本当にこんな素敵な時間を与えてくださり感謝します。礼はいらぬ。なぜなら人の世で礼は別れの言葉を兼ねるのであろう。この茶会に終わりはない。だから礼も必要がない。でも感謝します。ベアトリーチェ様、こんな素敵なお茶会を本当にありがとうございます。でも終わらない夢はないように、この夢も終わらないといけません。ほう、なぜに終わらねばならぬのか。その明日も早いので、いつまでもここでおしゃべりをしていたら私はお寝坊をして奥様に大目玉をもらってしまいます。
にわざわざ短気な夏日のいる世界へ帰りたがるというのか。いやいや、ローンを多くして何のねぎらいもない人間の世界へなぜにわざわざ帰ろうというのか。私人間ですし、いつまでもここでお世話にはなれません。シャノン、そなたは勘違いをしているようだ。わらわはそなたを招いたが、追い返すような真似はしない。ここでの時間は永遠だ。そなたが別れを切り出さねばならぬ義理などない。わらわはそなたと、どれだけ茶会を共にしようとも飽きぬぞ。むしろ、そなたという話し相手が、実に心地よい。お言葉は嬉しいですけど、私は人間、自分の世界に帰らなくちゃいけません。家人にこき使われ、日々を学校と仕事だけに費やす、何の彩りもない世界になぜわざわざ帰るというのか。それでも、そこが私の世界ですし。シャノン、そのような世界が、そなたの世界である必要があるというのか。率直に言おう。シャノン、わらわはそなたを招いたのではない。迎えに来たのだ。迎え？かつてそなたのような良き使用人を目指し、そして魔女の世界に憧れ、使用人から魔女となったわらわは、もはや魔法の閲楽を知り尽くす境地に至った。だからそなたを迎えに来たのだ。シャノン、やはり使用人よりも、魔女の世界の方がずっと楽しいぞ。この茶会など、旧友とのほんの挨拶代わりでしかない。わらわとそなたが望めば望んだ数だけ、いくらでも楽しき催しは繰り広げられる。それこそ、無限に、永遠に、この黄金のバラ庭園を完成させた今、わらわは至ったのだ。こここそが理想郷。そう、ここを黄金の理想郷と名付けよう。その完成に至ったからこそそなたを迎えに来たのだ。もう何の不自由も忍耐も努力も必要ない。ここでそなたとわらわは永遠にいつまでも楽しく過ごすのだ。まるで終わりのないおとぎ話のようにな。素敵な申し出を本当にありがとうございます。でも私は元の世界へ帰らなくてはなりません。なぜに。ここは私の世界ではありませんので。それは認める。これまではそなたの世界ではなかった。だからわらわが招くのだ。これよりここはわらわとそなたの世界となる。そなたはもう客人ではない。この世界のもう一人の主となるのだ。わらわにも何の遠慮も無用。この無限の世界でかつてルームメイトだった時のように過ごすだけの話。その記憶がないことが私はとても残念です。でもそのお招きはお断りしたいと思います。人間の世界に戻らねばならぬ、どんな義務が、どんな義理があるというのか。